悪いとこないと俺は思ってます。じゃあなんか整骨院に必要なのが人間性と。人間性はまあ厳しいものがありますけど。厳しいんですか。そういうのそういうでしょ。これも。OAB 大分朝日放送が運営する町の専門家サイト、いろんなジャンルの専門家検索やプロのコラムや取材記事、お店の地図なども載っています。大分の専門家コンサルタントを探すならマイベストプロ大分。そのプロたちに会いに行って、はい、でそのプロを感じようと。プロとフィール、フィールをプロとフィール、プロを感じるプロフィールで、その人たちのまさにプロフィールをちょっと紐解こうと、はいはい、いう企画でございます。先生今日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。最初に確認したいんですけども、はい、私江藤をマドリーしてるんですけど、はい、知ってくれてますか。いやよろしくお願いします。あ、よろしく。先生もなんかすごい笑顔も多い、素敵な優しい方だなという。年齢はどういくつぐらいですか。私44歳。年下かい。さすがな、ずっと。いやいやいや、てっきりこう、まあ、先輩だと思ってますけど。いや、なんか生で見れて感激してよかった。いや、そんなこと知らなかったでしょ。生で見れて知らなかったでしょ。知らなかった。ツッコミやん。知らんやつのツッコミ見ても嬉しくないでしょ。あ、いやいや、なんか嬉しかったです。あ、そうですね。声が多くて。いやいや、あ、わかりませんけど。僕がですね、家のリフォームとか、そういう体を張る仕事というか、そういうロケも多くて、ちょっと十数年前に1回目、まずヘルニアが、腰のヘルニアがありまして、で以降4、5年周期で全く動けなくなる。もう足がしびれて激痛で2週間寝込んでるとか繰り返してるんです。今年齢49なんですけど、ちょっとまあ以来ずっとこう腰痛の悩みはあるんですね。で今回この大分のプロが集まるマイベストプロさんに先生がお聞きしたので、何かこう改善のヒントでもあればなと、もしくは少しでも軽くなればなと思って今日は来ました。ありがとうございます。ぜひなんかこう私の施術含め、はい、その質問含め、はい、手元に出てくるかと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。そしたらですね、はい、ちょっと軽く前屈をしていただきまして、この脱ぎでいいですか。はい、体硬いですよ、本当に。そうですか。もう大げさ脱ぎでいきますね。本当ですか。これを覚えておいてくださいね。あ、この今の位置を。本当ですか、わかんない。はぁ、あ、本当ですか。腰が怖いですよ、これ以上。これ以上言うと、怖いなと、まず硬いのもありますよ。硬いし、怖い。はぁ、あ、この位置です。はいはい、はぁ、あ、もうそれではちょっと後ろに反っていただきまして。後ろに反る。これでも勇気を持ってやってるんですよ。さすがで。最近風呂上がりのストレッチしてましてね。このぐらいです。どうですか。完璧です。完璧になります。それを覚えておいてください、ね。天井がどこまで。あ、今こうちょうど隅が見えたかなぐらいでした。これが私の今のマイベストです。マイベスト。私のマイベストのこちらと。これはい。はい、じゃあ、これ、とにかくこの辺をやるとしていくと。あ、そうですね。はい、じゃあ、まずちょっと続けから、はい、ちょっと、すみません、前の方をさせていただきます。一枚、もう一枚脱いだ方がいいかな。そうです、そうです、脱いでいいと思います。はい、はい、どうも。ちょっと、ちょっと、ちょっと、これは、これ見てください、先生。どうですか。素晴らしいです。素晴らしいです。大分愛。はい。はい。パチ。大分の素晴らしい方々、いろんな人たちに、そして施設とかをご紹介していこうと。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。失礼します。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。
僕家近いんですよ。あ、そうなんですか。だから本当に先生、今後ともぜひよろしくお願いします。しかもキャラと腕が伴ってないんですよ。腕が伴ってないんですか。いや、やられてることはポイント全部押さえて、気持ちよく、いた気持ちよくやってくれてるんですけど、口調が、やめて考えてもってなってるから、どっちを中心に口調の問題でも、そのなんかこう、なんかこう、ほんわかした感じも、なんかいいような気がしますし、あ、ちょっとその辺、はい、最近なんか良くないですよ。ああ、さっきおっしゃってたんですか。揉ましていただいてみます。せーのですね、せーのです。言われたいです。いただきます。せーのですね、ちょっと面白いですね。あ、でもね、あ、これ、あの、撮影じゃなかったら寝てるですか。寝てる気はやけど、けど、ね、寝させてもらえる状況なので、ポイントついてくるよ。めっちゃポイントついてくる。すごい、なんか見たことない手してます。マジで、はあ、うわいいなぁ。あぁ、そっか、これマッサージ受ける人たちもさ、うん、先生の手つきって見えないじゃない。そうですね。これを通して見てもらえるよね。はい。知らんことを知ってるからさ、うんうんうん、俺そこ痛いんやっていうところ発見ばっかり。もう、いや、右左で、違う、いや、ほんと、もう、冗談だけど、こうあの意識なくして、こう、なんか、左手が上がってる瞬間。あ、本当ですね。こっち重たいですよ、単純に。本当ですね、左右、全然違う。違う。同じ馬力でやった、右手が重たい。ほぇ、こっち側だけこっち側だけやられたっていう感覚もあるけど、なんか軽い感じがします。ありがとうございます。じゃあ、あの、嘘はつきませんね。嘘はつきませんね、はい、前屈と、はい、後ろの、はい、前屈と、はい、お、あれ、あれ、どうですか。あれ、行ってますよね、さっき。全然努力してないけど。うん、あれ、俺、手首がこの下に行っても行ってなかったと思って。うんうん、それぐらいでした。じゃなかったかな。うんうん、手首がぐっとこのベッドの下に行ってる。僕が覚えてない。ちょっと はーい、ね、後ろはどうですか。後ろ、で、肩回りですね。めっちゃ回る。めっちゃこの辺が見えた。めっちゃこの辺が見えた。いや、確かに今グイッといった感じがありました。あの、かかとしか見えてなかったから。そこまで行きましたよ。ほら、ほら、ほら、本当だ。本当、本当、これ本当。ありがとうございます。1回の施術でそこまで良くなっていただき。1回って言ってもほんと、言うても10分15分じゃなかった今。そう。片方。あ、わあ、ほら、ちょ、見て。私も全然見てない。それこそこれまで、はい、歴でいうとまず何年ぐらいこの世界にいらっしゃるんでしょうね。10年。あ、ごめんなさい、そこまで長くないんですね。あ、そうですね、ここを目指したのがあの30過ぎぐらい。どんな大分でお生まれになって、じゃあ30歳まで普通のお仕事されてますか。そうですね。どうしてまたこの世界にというか。あ、まあやっぱり一つの本がきっかけになりまして、金哲彦さんの、はい、金哲彦さん、はい、あのマラソンの方なんですけど、はい、その方があのなんか骨盤が前傾すると足が速くなる、骨盤が前傾すると足が速くなるという本なんですか。本を、うん、足っていうか、まあ、マラソンのタイムが上がるぞと、はあはあ、マラソンのコーチかな、うんうんうん、それ
見て、ああじゃあちょっと、まあ、そこら辺でじゃあ障害がある人とかできない人っていうんで、そこもしかして趣味でやればスポーツに貢献できるんじゃないかなという思いで、ちょっとこの世界に足を踏み入れさせて、スポーツに貢献できるってことは、もともとしたらスポーツを応援したい気持ちがあったってことですよね。ご自分がスポーツやられてたとか。あ、そうです、そうです。あ、何やられてたんですか。サッカーを。あ、あ、見えませんね。失礼。明け中でちょっとやらせていただいておりまして。え、どうどうどう。明け中。名門明け中。明け中で。明け中。レギュラーですか。補欠ですけど。補欠になれない。いや、補欠になれないってどうですか。先ほどじゃない。明け中だ。名門ですね。サッカーっていうのはサッカーをやられていて、で、まあそのスポーツは好きだ、応援をしていたときに、このその一冊のその本を見て、あ、うん、何かスポーツに貢献できる方法が自分には主義であるんじゃないかと思った。で、30歳過ぎて転職したんですか。そうなんです。キャラがもうむちゃくちゃだ。いや、いいこと言ってんのに、ブレるのよ、口調で。すべての悩める患者さんに対応していきながら、10年。すごいお方じゃないですか。ありがとうございます。なんやろな。なんかちょっと惜しいんですよね。なんか惜しいよな。そうですね。すっごい、気持ちもすごいなと思いますし、その本に出会って、うんうん、そしてやっぱスポーツに貢献したいっていう気持ちもあるんですけど、うん、やらさせてもらってるからすごいはいとね。そうそう、だから愛されるっていうのもある。いや確かに、いやこれで、はいはい、俺の腕すごいでしょって普通に言われても、はいはい、頭きて終わるけどこのツッコミどころがあるというところがなんかこう、うん、こうなんか親しみがあると思います、うん、ありがとうございます。42歳です。44ですね。はい、結婚されてるんですか。あ、最近してしました。えっ、はい、森先生が、はい、最近ご結婚。ご結婚44歳ですか。44の時に。本当ですか。ありがとうございます。僕も43で結婚したんです。あ、そうなんですか。もう遅く結婚やっとできたっていうところ、ええ、あ、そうですか。え、その奥様は先生のどういうところがいいとおっしゃってます。はい、優しい。いや、そうですよね、多分そう思います。で、その奥様が先生のその優しさに癒されるというか、で結婚したでしょうから、先生、これあくまでテクニックも間違いないわけですから、先生もうプロなんですが、その優しさをプラス、癒しをプラスされて、これからも多くの人を癒してあげてください。ありがとうございます。聞いていただけると結構褒めていただけるもんです。でしょう。けなされることが多い。本当ですか。いや、なことないです。決して。本当にありがとうございました。ありがとう。奥様にもよろしくしてください。はい、よろしくお願いします。なんか一つずつが作品みたいな、私の作品みたいな思いがあるんで。だからその作品作ろうと思ったらやっぱ一生懸命もあるし、適当には作らないので、そうするとなんかすごい一個一個がこう、ね、可愛いとかいうか、こう愛着が湧くというか。やべ、まだ感動モード。この前さ、はい、憩いの森いたじゃん。行きました。整体院、整骨院、はい、キャラ強めの、うん、さしてもらってますっていう人ね。先生、いやでね、いや、はい、あの後、はい、腰の調子がいいのはあったんだけど、はいはい、俺なんかこう、まあ、五十肩か分からんけども、左肩が全くこう上がらなくなって、はいはい、めちゃくちゃ痛くて、はい、困ったなと思ってふとね、あ、先生おったと思って、はい、もう家も近いし、はい、行ったの憩いの森、はい、
森先生に、さしてもらってます直させていただきますってもう大丈夫かよって思ってさ、次の日肩上がったよすごいっすねでもね、それこそね、もうグリ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 触るとこ全部がもうそこ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 と、結構俺の肩がなんかこうちょっとこう難しい状態になってるらしいんだよ。筋肉と筋膜と腱がいろんな形でなんかなってる状態のところを直させていただきますって言ってたから、治ったすごっ、治りました、おかげさまで。皆さんよかったらぜひ行ってください。ぜひぜひですね、これはもう